ビールかけってあるじゃん。優勝した時にやるやつ。現代人は優勝することが増えてるから、その度にビールかけが行われるとすると、旧来の優勝におけるビールかけの意義が薄くなってしまうという問題がある。そこで旧来の意味を持つビールかけは、より重さ、密度を高めることが必要ではないだろうか。そもそもアルコールの比重は 0.8 なわけで、水の比重1を下回っている。これはいくらなんでも軽すぎるよね。ということで、古典的優勝文脈を保護するため、ビールかけに代わるより重厚な代替案を考えてみよう。その1、水かけ。オーソドックスな選択肢だね。水はアルコールに対し比重にして 1.25 倍。これで重さの確保もバッチリと思いきや、実はビールはアルコール濃度 100% じゃないんだよね。だいたい 5% 前後とか、多くても 10% にはならない。ということは、残念ながらこれでは密度はあまり変わらない。何より水かけ論って言葉があるから、水かけという具はイメージが悪く、あまり優勝には適さない。ということで、次に考えられるのが、その2、卵かけ。卵を使うことでビールおよび水における比重問題を解決することができる。さらに卵って黄色い部分と白い部分に分けられるじゃん。これはビール本体の黄色い部分と泡の白い部分という関係をよく表してると思うんだよね。つまりビールの代替品としてはもってこい。ただし卵かけといえば卵かけご飯、これは揺るがすことのできない事実だと言える。とすると、人間に対する卵かけを行うことは、人間をご飯扱いするのかという倫理的問題に発展する可能性があるんだよね。なかなかうまくいかないものですね。そこで第3の選択肢として検討できるのが、その3、ブルドックソースかけ。ソースというのは、まずアルコールや水なんかよりも大きな比重を有するものなんだけど、その中でもブルドックソースは一番ドロッとしてるから特に比重が大きい。さらにブルドックソースの茶色という色はビールの黄色を濃くしたものと認識できる。そして卵と違って割る手間がない。この3点を考慮すれば、優勝におけるビールかけの正当後継となり得る能力を持っていることが、皆さんもご理解いただけたのではないでしょうか。いかがでしたか。ということで、皆さん、これから伝統的な意味で優勝をした時は、ぜひパイ投げをしてください。